この森のどこかに月のマナストーンがあるはずだ。この森には人間に恨みを持つ獣神もいる。注意して進もう。以外の感覚も使ってイルナイト敵の動きを察知してやるぜ。オッケー、任せな。敵どうだ、みんなで倒せ。相手が悪い。今の敵で最後のようだが、警戒を怠らずに進もう。注意しろ、敵襲だ。こいつで決める。この辺の敵は全滅させたようだな。
させたようだな。喜ぶほどのことではない。
言い過ぎる。まっとうな世界に行きたがってた。バカめ、この俺様にかなうはずがあるまい。さすがはルガー様、お見事でございます。こやつらの死体は私めが処理しておきますので、お先にお城へお戻りください。さて、今日もなかなかうまそうな魂を手に入れることができましたよ。答えられませんね。まだ食い足りないんですが、さすがにこっちの魂は仮面の同志様に献上しなければなりませんかね。最近ちょっと間引きすぎましたからね。我が主仮面の同志様は聖域への扉を開くにあたり、禁断の古代呪法のためにたくさんの魂を必要とされている。こうして私が途中でピンハネしているのがバレたら殺されてしまいますよ。ああ、もしもし、おや、獣人王のボンクラ息子のお帰りかね。お前、カールの命戻る。嘘ついた。へっへー、バカ。そんなのに引っかかるなんてまだまだガキってことよ。ま、そういう単純なバカほど魂の味は格別うまい。カールの魂もウルフにしちゃ上出来だったわよ。貴様、クソ、体動かない。思わぬご馳走にありつけたわ。今お前の魂もカールの元に送ってやるよ。私の腹の中にね。待て。何あんたたち、人の食事の邪魔をするとは許しませんよ。待て、俺がやってやる。森の中でケビンの姿を見かけたので戻ってきた。ケビンだけはこの俺の手で倒す。どうぞご自由に。お前に話すことなど何もない。人間
間どもとなれ合うような甘ったれのお前今な無我覚悟するんだな避けていなそらそらそら消えんと逃がさない聖水下手に攻撃を受けるなよ。憎かった。生まれながらにして獣人王の後継者として格闘の奥義を教えられながら育てられたお前がルカ俺は獣人王様から格闘奥義を喉から手が出るほど教えてもらいたかっただからお前のことが死ぬほど羨ましかったんだしかし俺は一介の獣人兵それも叶わぬ夢ところがお前は争い事を嫌いせっかくの教えを無駄にした俺はそんなお前が許せず格闘技だけはお前に負けないよう修練したのだだが実際十分強い獣人王の後継者お前にこそふさわしいケビンありがとうよ今度生まれ変わったらお前と戦ってそして完全勝利してやるぜその日までにできるだけ強くなっておけよルナ、あなた、月の精霊、ルナね。ええ、あなた方が来るのを待っていました。もちろん
力をお貸しします。ルナ、お願い、ルガーを助けて。彼の望みを叶えてあげることだけならなんとか。彼の消えかかる命を救うには、彼の言葉通りもう一度生まれ変わらせるしか方法はなかったの。この赤ん坊、ルガーか？そうよ。きっといつかこの子は大きくなり、あなたと戦うためにやってくるはず。そうか、ルガー坊や、おいら待ってる。いつまでも。ねえねえ、大丈夫なの？あんな赤ちゃんが森の中に入っていって。獣人、赤ん坊は皆森の中で自然に育つ。森の動物たちが赤ん坊を拾って育てる。全然心配いらない。これ獣人の常識。すげえな。ルナ、マナストーンは？この上のつくよみの塔の1階にマナストーンはあります。アルテナの兵士たちがエネルギーを解放しに攻めてきましたが、ルガーたちによって守られました。じゃあまだ無事だったのね。でも今死を喰らう男が塔の中に入っていったよ。大丈夫かな。後を追って入ってみようよ。男、絶対に許さない。
こんなところに月のマナストーンがあったのね。マナストーンが塔の中に封印されているために、塔を中心にこの森全体がいつも夜になってしまっているんだわ。へえ、マナストーンってのは不思議だな。あれ、ところでさっきの死を喰らう男はどこに消えたんだ？あの男、すごく邪悪な気配がしたよ。でも今はもうそれも感じられない。もうこの辺りにはいないんじゃないかしら。そうか、あいつもマナの剣を狙ってるみたいだったな。魔法王国アルテナや美獣と同じように。でも探してきた精霊もあと一つだけ。俺たちだってここまで来たんだ。奴らの思うようにはさせやしない。もう一息だ、頑張ろう。そうね、残っているのは火の精霊のドリアードだけよ。英雄王様がおっしゃっていたランプバナの森のどこかにいるというリオール村の妖精王様を探しに行きましょう。クラスチェンジするの？あら、やめちゃうの？後悔しどうだ。俺たちと出会ったことで。問題なく勝てた。この調子で行こう。戦闘を開始だ。どうだ、協力して倒すぞ。フレア、まだまだ。どうだ、今の戦い俺一人でも十分だったな。後悔しろ、俺たちと出会ってたの。Shut up!
違いない。俺は強くなった。またのお越しを。いらっしゃい。いい商品揃えてるよ。気に入ったぜ。気に入った。またのお越しを。いらっしゃい。いい商品揃えてるよ。お目が高い。目利きには自信あるんだぜ。早く使いたい。またのお越しを。巡りの旅も次で最後だな。さて、まずはランプバナの森を目指すとしよう。もうすぐ精霊全員揃う。待っててね、カール。